はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゆうりちょうです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、こちらの編成でビーコンラッシュのキャッスルの一戦となっております。でですね、まあ、注目期待っていうのが特にはなくてですね、まあ、初手で出したこのカジケプですね、モジュールまあ前と同じなのでこんな感じなんですけど、今回はまあやっぱビークの方がいいかなっていうことでビークでやっております。久しぶりにカジケプ使ってるんですけど、結構いいのかなって。まあステルス機がいるんで、それにも、まあ、エイムと高さがやっぱ結構ガシガシ当たるのかなっていうところがあるので、まあ、きついはきついですけどねでも、まあ、混戦するような場所とかであれば結構使えないこともないかなっていう印象でしたね。で、まあ、久しぶりに今回インドラ使ったんですけど、ちょっとねタイミングが悪くうまいこと刺されなかったなっていうところではあります。で、結構フル尺使ってるのはちょっと長めのバトルになっております。で、城なのでですね、まあ、こうちょっと敵が固まって動いたり、あの反時計回りとか追いかけっこみたいな感じで、まあ、なんかわちゃわちゃとにかくやっておりますそんなビーコンラッシュの一戦ですので、皆様どうぞごゆっくりご覧ください。それではバトルどうぞ。さあ、マッチングしました。ビーコンラッシュキャッスル城ですね。キプリで行ってみようかな。ボール3中央、あー行ってくれんタイプか。あー、そういえば忘れとった、クラリーパーおるかなとか思ってちょっとドキドキしたりして。ビーク持ち手はないのか、なるほど。止められた、やば、ここで止められるの痛いな。せっかく突っ込んで打とうかなと思った。ギリギリ足らんかった、これは痛いです。味方さんナイスです。中央敵さんが湧きましたよと。お、中央染めたか、ラッキー。これ動けねえんだよな、中央打ってるかな。マジか、おりゃ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 、あの誰か来ていただけませんかこれ無理でです。どうしようかな、これ敵一気に来るんだよな。ちょっと一旦守れそうなやつ出すか。いてーマジで。ちょっと前行ってもらおう。これ上来るんだよな。ビーコンは守れんでもある程度削りには行きたいんだよな。とりあえず紐つなぎたいよね。ビッ、紐つなぐお仕事。
危ねえ、上から飛んできたよな。よし、全員下行った、ラッキー。ちょっと焦ったんだよな、さすがに4対1は。こういう時こそね、一旦落ち着いて。オッケー。私で一旦打てるだけ打ち込んで、さあ味方が前に出るタイミングで私も前に出ますか。おわ、これいくらなんでもやばい。うわ、タータンが多いです。何のすか。あれ無理だよ、こう真ん中以降にもまたタイタン見てるんだよな。このビーコン踏む、どうしよっかな。おお、きつ。オッケー、ラスト出たらいいや。枠わかない。ここからちょっと削りつつ、一旦ラスト出た、これで。削れるかな。行かない。でここのビーコン踏み行こう。タイタンが2か。いやあれ中央絶対きついよな。スタは行った。オッケーオッケー。
はでもきついね。よいしょ。落とせるかな。硬すぎ、マジで。うわ、無理やった。相手のタイタン落とせんかったのはきつかったな。はい、ということで660万6キル10ビーコンでした。マッチングありがとうございました。